こんばんは。29歳男、宮廷大理系卒、ADHD と ASD を合併しています。いわゆる毒親から逃げるために、某都道府県庁を辞めて遠方に引っ越し、現在はニートです。現在住んでいる自治体の公務員試験をもう一度受けのそうかと思っており、少しずつ試験勉強を始めているのですが、半年間のニート期間は再就職に響くでしょうか。過去貯金の都合もあり、半年後にアルバイトを始めるつもりです。またよろしければ、今後の身の振り方について、ひろゆきさんなりのアドバイスいただきたいです。よろしくお願いします。あと、半年間のニート期間は、自分で個人事業をやってたって嘘書いてください。で、なんかこんな感じの、なんかホームページを作ってましたとか、せどりやってましたとか、適当な、なんか個人事業をでっち上げて、ニートって書かなければ OK です。結局そんな、なんか半年間あるとそれが突っ込まれるかもって不安になってると思うので、なんで、設定を作ってください。で、聞かれたらこういうふうに答えようっていう設定をして、友達に一応聞いてもらって、こういうことやってましたっていうのを言ってみてください。で、何回もその人とその練習すると、素直に言えるようになるので、別にただ半年ぐらい休んでても、長い時間働いてたんで、ちょっと半年ぐらいダラダラして旅行したかったんですよっていうのを言えば、ああ、そうなんすかで終わる場合もあるんですけど、ただまあ本人的にそれが怖いんであれば、適当な嘘をでっち上げてください。